はい、本日はですね、こちら旅行の時におすすめのバッグをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちら2022年の夏からですね、とうとう夏祭りがやったりとか旅行行こうとかいうことでいろいろ行き来るとは思うんですけども、その時にじゃあおすすめのバッグ、タクトが実際使ってておすすめの何っていうのがありますので、それをご紹介していこうと思います。今回4つありますので、4つバンバンバンって紹介していこうと思うんですが、皆さん何持っていきますか？旅行の時とかでこう小さく出かける、ちょっと観光する時のバッグって、僕の場合まずはね、スマホ、まあこれは持ってますよね。スマホ持ちます。そして財布持ちます。でそれでいて、次にはアルコールとかも僕あるんですよ。でこれ持っとけって嫁に言われてうるさいので、これ持ちます。でそれ以外にやったらこう車の鍵ね、まあ鍵とか持ったりとかするということで、だいたいこれぐらい持ってたり、あと人によったらこうデジカメ持っていくっていう人もいてるじゃないですか。じゃあこういう人には何が向いてるのとかっていうのもありますので、紹介していこうと思います。まず一番最初、これ舐めてるのが一番多いんですけど、何っていうと、こういったバッグね。でこれバッグっていうか、なんていうか分からへんねんけど、もうまあ、何入れるよっていうと、例えば洋服、着替えを入れたりとか、あとはもう洗濯するやつ、もう使った後のやつの下着を入れていくとかもそうなんやけども、だいたいそういうのってみんなスーパーの袋とかに済ませるんですよね。おいおいおい、やめてくれよと。せっかくかっこええ洋服着てかっこええリュック持ってんのに、中スーパーの袋買いってあるじゃないですか。男の人とかでもね、たまにね、銭湯でも行くやって、こう銭湯行ってね、普段かっこええジャケット着てね、かっこええスニーカー履いてるくせに、ね、なんか靴下穴開いてるとかね、お前そこ気づかんのか、そこに金かけへんのかとかね、あとパンツがなんかじいさんみたいなパンツ履いてるとかね、お前そこに金かけやなあかんやんけって思ったりするでしょ。でそういうのって結構女子は見てますのでね、まずはこの着替え用のバッグといいますか、こういうスタッフサックというんかな、こういうのが別にそんな大した値段じゃないです。2000円とかね、そんなもんであるので、こういうところまでちゃんと気が使えるんだなと。でちなみに僕はこれ普段何に使ってるかというと、まあ旅行の時はこうやって旅行でも使うんやけども、普段はこれジムの着替え用として、バッグに入れております。だからまず1つ目はね、こういったスタッフサックというんかな、こんなをね持ってみてください。別にこれ洗濯もできます。だからこう汚れた時に一緒に家帰ってきて洗濯もぶち込んだついでにこれも一緒にポンって入れとけば洗えますしね、ずっと長く使えますので、せっかく洋服をおしゃれにするんやったらここまで行きましょう。しっかりここまで見ていこうということで、まず一つ目はこちらの、着替え用のバッグっていうかな。そして二つ目っていうのがですね、ちょっと買い物お出かけするとか、あとまあ観光するとかっていう時にはまあまあ使いやすくて、まあ定番は定番なんですけども、まあこの辺ですよね、このマンティス2、これに関してはもうずっと言ってますので絶対持っといてください。もうとにかく持ってたら旅行以外も使える、で日常でも使える、バイクでも使える、キャンプでも使える、何でも使えますので、でもし見ていただいてるあなたが奥さんいてはったりとか彼女さんいてはんやったら、これ一緒に女子とも併用できますので、これに関してはもう持たへんのはたかがマンティス、されどマンティスという名言があるぐらいね、これはもう絶対持っといてください。一家に一個は必要です。まあさっきのね、まずスマホをこの背面のクッションのとこにポンって掘り込ん で財布入れて、そして鍵を入れて、手前の方にはアルコールなんかをこうポンって入れといて、これで持ってればね、ちょっと観光する時なんかはもうほんま手ぶらでこうやって行けますし、ちょっと買い物するってなったらここからピュッて開ければ財布がね出てきたりとかしますので、あとはねキャッシュレスで買い物するって方はこうやってスマホもピュッてここから出てきますので、もうこれでいいでしょうということなんで、まあこれに関してはね持っといてください。まあ旅行だけじゃなくていろんな場面で使えるんですが、ただこのデジカメはちょっときついです。っていうのも入らんことはないんやけど、重さが一気に首とか肩にきますので、ちょっとこのデジカメを持つってなってくると、もうワンサイズ大きくてもいいと思います。一応入ることは入りますけどもね、ちょっとそれ入れる用のカバンじゃないので、ちょっとこれではきついかなということで、僕はあんま旅行の時にこれを持ち歩くことはないんですけども、まあこれは旅行以外にもあって損はないのでね、いいんじゃないでしょうかということであったりとか。で次3つ目いきたいなと思うんですけど、3つ目何かというとですね、ちょっとノースフェイスから行かせてください。でノースフェイスもね、いろんな有名なバッグあります。ちょっと大きめのね、これなんていう名前か忘れたけど、こんなバッグがあったりとかするので、こんなんでもいいかなとかって思ったんですけども、やっぱり使い勝手で考えた時にはオリオンです。どう考えてもオリオンで、これ何がいいのかっていうと、やっぱりこのクッション性もいいんですよね。この体に当たるクッション性もいいし、さっき見てもらったみたいな感じでマンティス2はこうどっちかったらこう縦長というかこうかけるタイプやったけど、じゃなくてオリオンに関してはほんまに旅行の人ってこうやってかけてるじゃないですか。外人とかもこうやって斜めにかけてるけど、まあ、こういうスタイルでできて、さらに荷物を結構入れれるので、財布入れてキーケース入れて、でアルコール入れて、でデジカメも入れようと思って入れます。だから
これぐらいスパーンと入りますので、ほんまに観光とかね旅行ではいいと思います。ただスマホに関しては今ごちゃごちゃ入れちゃったから傷つく可能性あるでしょ。だからそういう時はポケットに入れちゃいましょう。もうポケットに入れちゃって、ね、このスタイルで歩いていくと。で、あ、ちょっとカフェでも行こうかとか、あ、ちょっと観光あそこ行こうかとかっていう時にこういうスタイルで行きますので、オリオンはあって損なし。で、僕に関してはこれはどう使ってるかっていうと、普段写真撮影とかする時に僕は使わないんですけど、カメラマンにこれ持たせて、カメラマンにこの中にバッテリー入れたりとか、レンズ、交換用のレンズ入れたりとかして、こういう感じでカメラマンがこう僕を撮ってくれてるって感じなんですけど、まあ、これはね、それぐらい実用性ありますので、旅行以外でも使えるということになっておりまして、最後はですね、もうちょっと大きいのでいきましょう。やっぱ男の人やからこう荷物多い時も絶対あるやろうし、もうちょっとこう頑丈で痛いとかっていう時もあると思うので、そういう時は何しますか。もうこれは一択です。もうさっきのボディバッグより大きくなるんやったら、このミステリーランチのヒップモンキーしか僕はございません。で、これのいいところは何かというと、やっぱり大きくなった分紐も太くなってるんですよ。だからしっかり守ってくれるし、なおかつこのクッションとかもクッション性があるだけじゃなくて、ここに板も入ってあるんですね。だからいろんなもん入れたりとかしてもこう尖ってくる心配がないので、今から入れてみましょう。まあ容量的にはもう楽勝です。鍵入れます、そして財布入れます、そしてアルコールも入れます、そしてデジカメもポーンって入れます。でも全然重さを感じません。で、まあさっきよりちょっとねサイズ感がガッて大きくなったかなと思うかもしれないですけど、まあ旅行ってそういうもんやからね。まあこんな感じで、まあちょっと旅行行こうかとか、ちょっとデジカメでちょっと撮るわーってね、こうやって配置図カシャって撮ったりとか、ちょっと動画撮ったりとか、ちょっと YouTuber になってみたりとかっていうことで、そういった使い方もできるし、さらに、まあ、カメラとか持ってある方ってなおさらそうなんですけど、これ止水ジップが使われてるんですよ。だからちょっとした小雨とかやったらカメラの中身をね守ってくれるので、今まで紹介したのは基本的に雨はちょっと対応しないんで、もう濡れちゃう可能性があるんですけども、これに関しては多少の小雨やったら全然いけるんで、もう旅行の時、お出かけの時やったらもうこの4つあればいけるんですけども、まあラスト1個だけちょっと紹介させていただきましょう。これはもうおまけです。で、どんな時に使うんかというと、こういう私服じゃない時によく使えるっていうのが1個ありますのでね。で、それは何かと申しますとですね、例えば今年の夏、夏祭りがありますよね。花火大会があります。じゃあそんな時どんな格好をしますか。女子浴衣着ていきます。で、彼女も言うんですよね、ねえ誰々くんの、拓蔵くんの、あの着物姿というか浴衣姿見たいねんって言われてね、ああまあ俺別にどっちでもいいけどって言って一応着ていきますわ。で、その時に気づくと、あれちょっと待て、ポケットないぞと、浴衣にはポケットない、こんなとこ入れて落ちたらどうしようってなってくるじゃないですか。そういう時に使えるのが、そうこちらなんですね。韓国のノースフェイスから出てたんですけども、こちらのね、なんとかミニポーチっていう名前だったんですけども、これはですね、そういったポケットのない時に首からポンってぶら下げてあげて、本当にスマホとちょっとした小銭ぐらいって入るようなね大きさになってるんですよ。だからこれスマホポンって入れました。で、財布は例えば入れるよと思って入れるけど、まあ、こういう時に関しては千円札で入れとこと。で、僕の財布にはもう千円札しか入っておりませんので、この千円札抜いて、でこれだけね、ちょっとこの裏側のとこ、背面のところにでも入れとこうかと。もしかしたら彼女がリンゴ飴食べたいって言うかもしれんから、その時用にこれ入れとこうと。間違ってもくじは引かないでください。くじに当たりがあるか外れがないか知らんけども、あれで当たったところ僕見たことございません。だからね、まあ、こういう感じでスマホを中に入れておいて、そして後ろにちょっとお金入れといてあげたらいいということなんで、これで防水やったら海も行けるんですよ。ただこれ防水じゃないのでね、ちょっと海はどうかなと思ったりするんですけども、そういったポケットのない時に使えるっていうのがこのポーチも意外といけますのでね、今回合計5つね紹介させていただきました。だから旅行の時、まあ、お出かけの時、そういうイベントの時っていうことで、まあ、それぞれシーンは違うんですけども、これだけあるボディバッグも10何個20個ぐらいある中で、この5つはシーンごとに分けてもこれ使えますよっていうのをね紹介させていただきましたので、この夏を皆さん楽しんでくださいということで、本日はですね、旅行で使える小さいバッグを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。